この演劇は地球、宇宙、あるいは世界の終わりのその1時間前を描くものである。しかしこれはいわゆるパニックものではない。なぜなら週末は22年前から予測されており、ここにいるのはそれをすでに受け入れきった者たちだから。みんなやることがないとつぶやく。時間は刻々と進んでいく。初放送でも好評だった匿名劇団の近未来 SF 新編集の舞台映像で SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。